ます。今来たばっかりなんでしょ。結構時間経ってる。はい。今日はねちょっとマイクトラブルとかあって、ちょっとねご迷惑をおかけしたところもあったんですが、たくさんの応援ありがとうございました。ありがとうございました。ね、今日もちょっと雨かと思ったらさ、晴れ女だね。すごい晴れ女。バイバイ。今日は。雨女の未来ちゃんがね、お休みじゃけんね、言っちゃダメよ。はい、怒られるね。はい、まあ、ということでこんなに晴れたので皆さんもね、ちょっと熱中症とかまだ早いかね。いやでも暑いけどね、気をつけてください、うん、はい、ありがとうございます。はい、ここで次回のイベントの告知をさせてください。4月29日って言って今4月29日の昭和の日の祝日にアクターズスクール広島の定期ライブのアメージングライブを開催します。大事なとこ頑張って。そうよ、噛んでない噛んでない。昭和の日よね、久しぶりじゃん。そう、久しぶりじゃね。久しぶりだね、楽しみ。昭和ライブスのゲップビーっていう、ちょっとマイク変える、マイク変えようか。はい、場所はライブ、はい、マナミの声受け付けるのじゃないか。そうかもしれない。いける、ライブハウスの、はい、ゲルビー相変わらず入らんね。はい、はい、で、開催開催されます。はい、ぜひ、はい、はい、そう、ツイッターとかホームページとかあのブログとかに書いグダグダとかね、書いてあるので、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。それではこれからスプラッシュの物販と地域会の準備をするので、皆さんぜひ遊びに来てください。それでは今日は本当にありがとうございました。